どうも、ゆーちゃんねーのゆーです。本日はメイン、ワンピース DXF からモンキー D ルフィ、ギアフィフス、こちらの星獲得していきたいと思うんですけど、ちょっとね、人気だけにちょっと待つんかなという気がするんですけど、まあまあ、そこはね、ちょっと中行ってみないとわからんすけど、で、プラスですね、別メニューに取りに行こうと思うんですけど、5等分の花嫁のセレスティアルビビ、中野ミク、最終ですね、こちらのシリーズ、こちらの星獲得していきたいと思います。そしたら、実戦のスタートを決めようと思います。はい、そしてまずですね、ワンピースからモンキー D ルフィ、ギア5ですね、こちらの方やっていきたいと思います。ちょっとね、待ちました。いやー、ちょっとね、やっぱ人気だなっていうのはありますね。まず真ん中から。おー、来た来た、これワンチャンいけんじゃん、ワンチャン。あっ、さっきのはね、届かん位置に行ったんで、初期位置に戻してもらったんですけど、ここはもう縦はめで取っていこうかなと思うんで、左奥からですね、若干真ん中に寄ってしまったんですけど、ここでどう動くか。おー、いいですね。そしたらこの形で、奥ですね、右奥に狙っていこうかな。若干真ん中にはなってしまったんですけど、どうだ。おー、来たか、もう一回。まさかの、おー、来た来た来た。これはラッキーですね。完全にビッグチャンスです、これ。もう手前側の角がね、ほぼ落ちとる形なんで、左奥狙って縦はめで取っていったら、もうワンチャンツーチャンでいけんちゃうかなと思うんですけど。よし、いいですね、これ。結構動いたんで、これもう一発これでいけるんじゃないでしょうか。これでワンチャンいけるでしょう。てか、いくでしょう。よし、よし、よし、オッケー、いいね、よかった。結構ね、粘っとる方いるんで、ちょっとね、不安ではあったんですけど。そしてワンピースモンキー D ルフィギアフィフス、こちらのゲットです。はい、そしたらですね、別目になります。5等分の花嫁からセレスティアルビビ、中野ミクですね、こちらをやっていきたいと思います。こちらはですね、最終シリーズになるんで、まあ真ん中からやっていって、まあ重心は裏面かなと思うんで、よし、いいですね。で、ここで手前に持ってきたんで、逆縦浜に持っていこうと思うんで、手前側ですね、若干真ん中になってしまったけど、よし、おー、久々に見たっすね、この形ね。そしたらこれ奥側ですね、左爪でぎっちり寄せていって、ここで手前に持ってこればパターンできればいいんですけど、よし、来たー。いやいやいや、久々にいけましたね、簡単に。そしたらですね、これでチャブ台で返して終了でしょう。さあ、帰るでしょう。よし、よし、よし、オッケー、いいねー、攻略攻略。そしてコトブの羽目セレスティアルビビ、中野ミク、こちらのゲートです。はい、そしたら次ですね、トリオトライト、アーニャですね、スパイファミリー、こちらの星攻略していきたいと思うんですけど、結構ね、長い箱なんで、一回と出していくような形で持っていけばワンチャンいけんちゃうかなと思うんですけど、あー、立ちはしなかったんですけど、手前に引っ張ってこれたんで、逆縦はめでいけるんちゃうかと思うんですけど、ここでどうでしょうか。はまってはまって、おー、来た、いいじゃないですか。これスライドで持っていけそうなんで、左爪奥ですね、ここでスライドでグイッと持っていけば、おお、マジか、立つか。これ一回ワンチャン押してみてもいいかなと思うんですけど、右爪で奥側押してみますね、一回。これでどうでしょうか。うー、マジ？いやいやいや、橋幅広すぎるやろ、これ。よし、よし、よし、オッケー。いやいやいや、これ橋幅めちゃくちゃ広いんですけど、まあちょっと前に寝てたんで、そんなもんなんかなって感じですけどね。そしたらね、スパイファミリーアーニャ、こちらのゲットです。そしたらですね、最後にするんですけど、久々にですね、お菓子の方ですね、チョコパイやっていきたいと思います。こちらの方ですね、クレーナー2に入っとるんですけど、実際ですね、 UFO9 とかクレーナー3に結構入っとったんですけど、お菓子関係ってクレーナー2の方が取りやすいかなと思ってます。実際ね、パワーとかもね、結構ね、推しが強いんで、クレーナー2に関してはね、3とか UFO9 は結構ですね、押したりしまったら止まることが多いんで、正直これ2やったら取りやすいんちゃうかなと思ってます。まあ私の個人的な考えなんですけど。
実際は UFO9 とかクレナ3とかで取りやすいお菓子系もあるんですけど、やっぱこういうねチョコパイとかデカめのやつはねクレナ2の方が取りやすいと思ってます。もうあと数手ぐらいでいけそうかな。これここあと奥が外れてくれればいけると思うんですけど、おーもうちょいですね。もう一回同じとこやったらいけそうな気がするんですけど、ここでいけるでしょう。よし、オッケー、いいね。まあこちらの金額的にはお得に取れたんかなとは思うんですけど、まあお得に取れたでしょう。そしたらチョコパイの方ゲットです。はい、そしたら本日は五等分のハネムからセレスティアルビビ中野美久、こちらの方とトリオトライトスライファミリーからアーニャ、そしてですね別日に取ったモンキーディルフィギアフィクス、そしてですね最後にですねお菓子になりますチョコパイですね、ゲットいたしましたので、うちに帰って開封の方ですね、していきたいと思います。いやー、モンキーディルフィはですね、後日取りに来た今日ですね、もうなくなってました。いやいやいや、めちゃくちゃ早いですね。やっぱ人気な感じはあるなと思いますね。よろしく頼むぞ。はい、そしたらうちに帰ってきました。そしたらこちらのワンピース DXF エキストラモンキーディルフギアフィクス、こちらの方と5等分の花嫁から中野美久、そして最後にですねトリオトライトスパイファミリーからアーニャ、こちらのですね開封したいと思います。そしてまずですね上の方ですね全て開けていこうと思うんで、前回と同じくですねまず上の方開封したいと思います。はい、そしたらですね上の方開けていったんで、まずはワンピースモンキーディルフィギアフィフスですね、こちらの方中身の方はですね固定されてない感じで入っておりまして、まああんまり動きはせんのですけど固定はされておりませんね。で次ですね五等分の花嫁中野美久、こちらの方はですね手前側に貼り付いてる形にはなるんですけど、前回のやつはどんなやったか覚えてません。でですね最後ですねトリオトライトスパイファミリーアーニャですね、こちらの方ですね、こちらの方はですねトリオトライトシリーズこういう形でねでかい箱なんですけど、アーニャ自体ちっちゃいんでねこういう形になってます。そしたらですね、こちら3種類のフィギュア出していきます。まず、モンキーディルフィギアフィフス。こちらの方からですね、まず出していきたいと思います。はい、そしたらですね、出していきました。台座自体はこういう形になってますね。で、中身の方はルフィの方なんですけど、結構いいクオリティじゃないでしょうかね。出してないんでちょっとわからんのですけど、まあまあ、絶対ですね、クオリティ自体もいいと思います。まあ、結構ね、意外にもあったんで、並んでね。いやいやいや。そしたらですね、次、5等分の花嫁、中野美久。こちらのですね、出していきたいと思います。はい、そしたらですね、こちらの方出していきました。いやー、ちょっと待ってくださいね。前回のね、4人のね、姉妹に対して、美久の方、結構クオリティ良い感じはするんですけど、まあ、僕の偏見だとは思うんですけど、最高だと思います。そしたら次ですねトリオトライトスパイファミリーアーニャ、こちらもですね出していきたいと思います。はい、そしたらですね出していきました。台座のところについてるですねこの棒みたいなやつは多分足支えるやつかなと思うんですけど、でですね本体の方アーニャですね、こちらのめちゃくちゃちっちゃいですね、やっぱそこそこ軽かったっていうのはねわかりますね、箱がでかい分めっちゃ軽いっす。まあ五等分の花嫁とかもねトリオトライトシリーズあるんですけど、まあフィギュア自体はね五等分の花嫁自体はでかいので、まあ重量感自体は重たくなりますよね五等分の花嫁の方がね。そしたらですねこちら3体組み立ての方していきたいと思います。はい、そしたらこちら3体組み立ての方完了いたしました。
いやー、思った以上にちっちゃいですね。そしたらですね、今回獲得したフィギュアはこちらになります。いやー、最高っすね。そしたらまずですね、モンキー D ルフィギアフィックス、こちらからですね、見ていきたいと思います。こちらはね、クオリティめちゃ良さそうですね。まったかいがありますね。で、この手に持ってるね、クリアな部分のね、クオリティも最高ですね。で、次ですね、5等分の花嫁、中野美久。こちらのですね、こちらの方はね、やっぱり、5人の中で一番いいかもわからんす。いや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 。で、次、最後ですね、トリオトライト、スパイファミリー、アーニャ。こちらのですね、やっぱりですね、この小ささ、やっぱアーニャって感じですね。でですね、先ほど言った通りですね、やっぱ足で支える感じのですね、ジグになってましたね。といったところですね、本日の動画はこれで終了したいと思います。少しでも良かったらチャンネル登録、高評価、通知、コメントよろしくお願いいたします。また別の動画もね、いろいろありますので、よかったらそちらの方もですね、見ていってください。